立花貞だは、筑後国柳川藩の、第六代藩主。第五代藩主、立花忠だはじめの次男。母は、即室、両隊員。福岡藩主、黒田継高の娘と婚約。陽名は、虎野心、虎吉。教法十二年五月十二日、柳川にて生まれた。なお、幕府には二年早い教法十年五月十二日で、届けている。 すでに長兄孫次郎が、教法8年に創生し、また、教法18年に、父の性質である松子が死去したこともあってか、教法19年に、父から後継者として選ばれた。原文4年に、江戸藩邸に入り、将軍、徳川吉宗に初おまみをして、原文5年に、十五位下団子神に任官した。原文年中に、黒田継高の娘と婚約する。2年に、 好奇神に改める。遠京元年、父の死により後を継ぎ、日高神に改める。遠京二年には、十四下に登る。しかし、遠京三年七月十七日、謎の傍観集団に、無前国大里浜にて襲撃され、死去した。藩は、その死去を秘密とし、遺体を生存のごとく、柳川城に入城させた上で、その六日後の七月二十九日に、 その死去を公表の上でもに服する。去年20。母書は復元時。死死がなく、後を弟の貫通が継いだ。ありがとうございます。